で、アークニュースRMようこそ、アークやっていきたいと思います。今日はね、アークニュースということで、アップデートをやっていきたいと思います。で、今回はね、アップデートのパッチノートっていうね、何をアップデートしましたよっていうね、運営が出す、まあ、詳細の中ね、ニュースみたいなのがあるんだけれども、そこの中に書かれてない、サイレントのアップデート内容もあったので、それも含めて紹介していきたいと思います。それでは本日の目次はこちら。1つ目、アップデートの現状。2つ目、今回のアップデートの内容。そして最後にサイレントパッチノートやっていきたいと思います。それではまず1つ目に、今回のアップデートの状況なんだけど、なんとね、まあ、PC だけなんだよね。まあみんな知ってると思うんだけど、まだちょっと PC だけにしか来てないアップデートになっております。で、プレイステーションに関してはね、実を言うと、8月5日から全くね、アップデートらしいアップデートが出てないんだよね。一応細かいね、なんかね、アップデートっぽいのはあるんだけれども、ほとんどね、メインのアップデート来てなくて、エクスプロイドを修正っていうね、汎用的な文面だけの本当に小さなね、まあ、特にピックアップするほどでもないようなアップデートばかりやっているので、実質プレイステーションに関しては8月5日から今撮影してるのが9月22なんだけど、ここまで一度もちゃんとしたアップデート来てない感じです。はい。なので実は、1ヶ月半以上ね、ずっとアップデートが来ていないような状況になっております。はい。まあただね、いつもね、プレイステーションは PC 版の後に遅れてアップデートが来るんだけれども、まあなんか今回もね、だいぶね、間が空いてるよねって感じなんだよね。前回のアップデートに関しても大型のジェネシス2のバグ修正の3つぐらいだったかな、それをね全部一気にねぶち込んだっていう感じで、すごいね遅れた挙句にギュッて1個に全部まとめてすごい容量をぶち込んできたみたいな感じだったので、またそのうちね、まあ、1ヶ月半以上も経っているので、そろそろプレステにも今まで PC にこまめに入ってきたアップデートが全部まとめてまるっと入ってくるんじゃないかなとは思いますね。多分そろそろ来そうな予感がします。まあさすがにもうすぐ2ヶ月になるしね。ということで、今回のアップデート内容に関しても PC 版のアップデート内容となっております。でこれはね、さっきも言ったんだけど、プレステの人には全く関係ないっていうわけではなくて、今は来てないけど今後ね、未来必ず来るアップデート内容で、まあクライアントのねゲームの内容は絶対ね帳尻を合わせてくるので、まあそのうちで来る内容っていう形で、まあ今後このような感じでバグが修正されたり仕様が変わったりするんだなみたいな感じで見てもらえればと思います。それでは早速本日のアップデート内容いってみたいと思います。とりあえずね、上からね読んでいきます。まず1つ目ですね、複数のエクスプロイトを修正しました。まあこれはね定型文ですね、これもテンプレ。まあとりあえずまあいろいろなもろもろのバグとかを修正しましたっていう感じですね。で次に行ってみましょう。次はね、スペースバーを押してカメラリストを表示すると毎回 UI が縮小するバグを修正。これ多分なんだけど、このリモートカメラ、テック監視コンソールのことだと思います。今ね、カメラを見てるんだけど、監視カメラね、こんな感じなんだけど、スペースバーを押して、これかな、スペースバーを押すと、この右にカメラ名って出て、まあ今1個しかカメラ置いてないんだけど、こんな感じでカメラの一覧が出るんだよね。今1個だけなんだけど、2つ置くと、こうだんだん縦に並べてくるって感じなんだけど、まあそういった形で、このカメラのリスト、これを表示すると毎回 UI がやたら小さくなっていたっていうバグを修正したっていうところだね。なのでこのテック監視コンソールがまあ良くなったみたいな感じですね。それでは次に、ロードオートマネキンの武器が足に装備されるバグを修正しましたっていう形ですね。まあ、ロードオートマネキン何かっていうと、ジェネシス2で初めて出てきたエングラムというかアイテムなんだけど、まあ、なんか人形みたいな感じのところに自分の装備をあらかじめね装備させておくことができて、まあなんかねこういった革とかがあるから自分のねマネキンみたいなのも作ることができて、であらかじめ武器とか足とかのこういった防具とかを装備させておいて、ワンボタンで自分に装備させるみたいな感じのね、まあ、ショートカット機能を持ってたんだよね。で例えばこのミニガンを装備させてみるんだけど、あミニガンちゃんとなったね。あオッケーオッケーオッケー、ちゃんとなってるね。はい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 、っていう感じで、なんか今まではね、なんか足元に吸収されて、ちゃんとね、装備とかをしなかったんだけど、まあしっかりね、装備するようになったって感じですね。まあこうやって、まあ一応手に持ってるじゃん。まあこんな感じで、今まではね、こうやって、利き手の右手に持つんじゃなくて、この足元にね、なんかね、置くみたいな、そんな感じだったので、そこのね、グラフィックの表示のバグがなくなったって感じ。ちゃんとね、このロードオートマネキンの武器を所持してくれる。手に持ってくれるようになりましたっていう感じですね。それでは次行ってみましょう。次はテキスト文字列のいくつかのタイプミスを修正しました。まあこれは多分タイプミスとかの字が間違えてたとかそこら辺を修正したって感じだろうね。まあちょっとここはねあんまり気づきにくいところなので、どこかっていうのは分かんないんだけど、文字表記がちゃんとされるようになりましたみたいな感じだと思いますね。で次なんだけど、サーバーのバージョン管理を修正っていうところで、これどういうことかっていうと、おそらくねサーバーとバージョンがね
誤差が出てたとこがあったんだよね。でちょっと分かりづらいんだけど、今ねここで俺がプレイしているジェネシス2はローカルっていう一人プレイモードのオフラインのモードなんだよね。でサーバーっていうのはオンライン上のマルチプレイをするような場所なんだけど、このローカルとオンラインのマルチプレイのサーバー側、ここがね結構ね差異が出ることがあるんだよね。どういうことかっていうと、例えばアストロデルフィスの騎乗解除について、オンラインだとボイドワームだけの騎乗解除の防止能力だったりするんだけど、オフラインだとどの生物からも騎乗解除を食らわないみたいな感じだったりして、オンラインサーバーとローカルでちょっとね差が出ることがあるんだよね。で今回に関してはテックストレージね、まあ、最近も動画を2本出したんだけど、テックストレージの大型アップデートが立て続けに来たんだよね。でその時はね、最初はオンラインだけテックストレージアップデート来ていて、オフラインは旧テックストレージの状態だったんだけど、3回目か4回目かのテックストレージのアップデートで、オフラインもテックストレージが新しい仕様に、オンラインと同じね新仕様に一新されたんだよね。なのでそこら辺のバージョンの調整、新しくテックストレージを進化させていた部分っていうのをちゃんとローカルにも反映させたっていう意味での、まあ、バージョンの管理調整だったと思います。それでは次にテックコンソールのカメラをリモートでリンク解除できるようになりました。これどういうことだろうか。とりあえずもう一回監視コンソール開いてみるね。なんかちょっとよくわかんないんだけど、なんか適当になんかカメラそこら辺に置いてみるか。リモート状態でリンクを切れるようになったっていうのはどういうことだろうかね。あ、これ?あー、なるほどね。今ここさ、アンリンクで切ったんだけど、このカメラが多分なんだけど、もうね、接続が切れてるんだよね。今までだと、この監視コンソールカメラね、このカメラなんだけど、このカメラっていうのは、戻るっていうのができたんだよね。左の方にレフトシフトで出るっていうのがあると思うんだけど、これ出るで、こういう風に戻ってたんだよね。なんだけど、新しいね、ものが出ていて、アンリンクっていうのが出てると思うんだけど、このアンリンクを押すとどうなるかっていうと、接続を切っちゃうんだよね。これカメラの画面から出るんじゃなくて完全に接続から切ってるので、この監視コンソールの中からアクセスができなくなるんだよね。完全にこっちのカメラ側の電源をオフってるっていうようなイメージですね。電源をリモートカメラ側から切るっていうのができるようになりましたね。まあこれはどこでどうやって何のために使うのかよくわかんないんだけれども、普通だったらカメラからログアウトするっていう形なんだけど、カメラとこのテック監視コンソールのこのリンクアクセスを切るっていう、接続をね切断するっていう部分が増えたらしいですね。まあちょっと何のために使うかよくわかんないんだけど、テック監視コンソール詳しい人いたらこれ何のためにね追加してどういう風に使うのかね、コメントで教えていただけると嬉しいです。それでは次行ってみましょう。スタジオ上のサーバー間で転送しようとしたときにサーバーが表示されないバグを修正。で次もね続けていきます。デフォルトのスタディアビデオ設定を調整して表示距離の増加とテクスチャ品質の向上をサポートしました。でこれ何かっていうと、スタディアっていうのまず何っていうところなんだけど、これはGoogle が作ってる Steam みたいなやつ。もうほぼ Steam ね。もう Steam だと思ってもらっても構わないんだけど、単純に運営している会社が Google ってだけ。Google が新たに Steam とかと対抗するように作ったゲームのプラットフォームの Stadia っていうものですね。で、この Stadia っていうプラットフォームに、まあ、Steam と同じようにゲームを出したんだよね。Arc をね。なので今は PC 版は Steam 版と Epic 版と、そして新たにスタディア版があるっていう形になってますね。なのでまあこんな感じでスタディアについてまあ新しく出たので、まあいろいろ調整をしているっていうような感じかな。まあちょっとね、日本人はねスタディアがあんまりね広まってないから、ちょっとそんなにね身近なもんじゃないから、俺もまだぶっちゃけ使ったことないから知らないんだけど、スタディアにまあアークも入りましたって感じですね。っていうのが今回のパッチノートの詳細になっております。で最後にね、今回ねパッチノートに記載されなかったサイレント修正を紹介していきたいと思います。それはね、もう気づいてる人もいるかもしれないんだけど、このオプションね、なんと、日本語になりました、ここは。なんかさ、これさ、もともと日本語だったんだけどさ、クリスタルウェールズかなんかの2020年のどっかのアップデートで、このオプション画面が全部ね、英語になったんだよね、一回。で、そのせいですげえ急に分かりづらくなって、で、なぜか今回のアップデートでこっそり日本語に戻りました。はい。なぜ戻ったのかよう知らんけど、まあこんな感じになっております。でこれはねおそらくねプレスはねもともとねずっと日本語だったと思うので、まあこれは PC 版だけの問題だったんだけど、まあ2020年のクリスタルガールズのアップデの何回目かでなんかこれ食らってたから、ちょっとね微妙だなってなってたのが、まあ戻ってよかったかなと思いますね。ただですね、今回パラサウロロスの探知機能あると思うんですけど、敵を発見したみたいな、これがね代わりに犠牲となってフルで英語になっております。はい。
皆さんもね、パラサウロロスの探知機能をオンにしてみてください。英語になってるみたいです。はい。っていう感じで、一つね、何かを修正すると、一つね、何かが飛び出るっていうね、バグ質量保存の法則が、成り立っております、アークでございます。はい。で、俺的には、今回に関しては、パッチノートに書いてある項目より、このね、オプションが日本語化になったっていうのが一番でかいかな。まあ、これでね、ようやくね、いちいちね、あ、これなんだっけみたいな、特にこの右っていうか、この真ん中のチェックボックス欄ね、これをね、チェックするかしないかっていうのはね、英語だとマジわかんないから、ちょっとアメリカ語難しいってなってたから、そこら辺が日本語化されたっていうのは、まあ、やりやすくなったんじゃないかなって思いますね。ちなみにね、以前ね、そのオプション画面がクリスタルアイルズの時、英語になっちゃいましたみたいな変なアップデートがあった時、何が起きたかっていうと、その時は日本語のローカライズをね、いじったタイミングだったんだよね。例えば今までだと協力麻酔弾っていうのがあると思うんだけど、これがねずっとね5、6年だったかな、その間スチームプレイヤーとかは電撃麻酔弾っていう名前だったんだよね。なんかね、プレステとスチーム版と若干日本語のローカライズ、日本語化がおかしくて、そのズレがあったんだけど、なぜか全部プレステ版に合わせちゃって、すげえね、PC ユーザーの俺らは分かりづらくなったっていうのが、あったんだよね。で、その時になぜか、その表紙で、オプションが全部英語化になったっていうね、意味わかんないでしょ。で、今回も英語化がオプション画面直ったって思ったら、パラさんの敵発見しました、みたいなのが英語化になりました。はい。っていう感じで、ローカライズに関しては、1個何かすると1個飛び出す仕様なので、皆さんね、お気をつけください。はい。ということで、ようやくね、オプション画面も日本語化になりましたので、PC ユーザーのみんなは、日本語のオプション画面でいろいろね、操作しやすくなったんじゃないかなと思います。あと、まあ、今回はね、テック監視コンソール中心にね、この監視カメラね、これをね、メインでね、いろいろいじってたみたいなんだけど、あんまり俺はね、使ったことがないので、っていうか、使う場面がなかったので、まあ、どういう風に具体的に使うのかなっていうね、あんまりね、まあ、一人でプレイしてたし、ローカルでジェネ2は。こういった時にね、使い勝手いいよとか、もしね、教えてくれる人いたらコメントとかいただけると嬉しいです。まあ、なんかさ、結構さ、伸ばせるカメラのさ、距離とかも意外にそんな長くなかったから、まあ、長いっちゃ長いんだけど、そんなにね、端から端までマップを横断できるようなものでもなかったから、結局ギガノトのポイントにね置いて、まあ、定点カメラで脇をチェックするとかもできなかったので、まあ、そういったところを考えると、実際みんなはねこの監視コンソールどうやって使ってんのかなっていうのはちょっと俺的には気になるところでありますね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。オプションの日本語化やったな。